大丈夫、蚊に食われてないエリカちゃん、大丈夫、長袖長ズボンだと秋の蚊はさ、うん、結構すごいんだよね。あ、そうなの、ね、うん、ズームとか使われてない、今日はね、なんかすっごい笠間もいっぱいと人が、あ、そうですよね、うん、そう、あ、いた、いあの笠間稲荷の方行ってきたんですよ、今日。あのプレミアム商品券を、うん、とりあえず浪費しようってことで消費しようってあの辺の商店街があったんで、うん、お蕎麦屋さんとか行ってみて、うん、かなり人いましたね。あ、そう、うん、なんかすごかった、高原の丘もいっぱいいて、はい、あ、そうなんだ、やっぱり GoTo の関係なのかな、うん、あと地域振興券が使えるようになったでしょ、多分そのせいですごい混んでましたね。あれさ、笠間稲荷の近くのさ、お蕎麦屋さんでもし何か食べたいなと思った時は、うんうんうん、車はどこに止めるの？お店にあるの？大体、あ、うん、多分お店にあったんですけど、うん、なんか笠間稲荷神社のとこが無料だったんで、駐車場がそこに止めて、ちょっとですけど歩いて、あ、神社のとこに無料で、あ、そうなんだ、無料だったからね、お金かかるんだったらあれだけど、うん、あ、じゃあかかってもいいところ、安い、笠間ってやってもらって、何笠間ってやってもらって、え、いたの？いたの？え、本当に行ってんの？あ、マジで行ってんの？え、なんかね、ゴキブリだって言うんだけど、タイチが、ね、これ見て、ほら、これえ、やだ、これ、何、うん、なんかちょっとずつ、あ、バーベキューのさ、あの、こういうのある。